今回紹介するのは「本気で生きよう」「何かが変わる」という本です。体を動かすと流れてくるのは汗心が動くとこみ上げてくるのは涙空気が動くと生まれてくるのは出会い NHK 教育テレビ手話ニュース845などで活躍した著者が これれれまでの忘れられないいい出会いについて語る、ある生徒だけを名前で呼ぶ担任教師の秘密目の見えない夫への最高の愛妻弁当自作の笛を鳴らす金ジストロフィーの少年など本気で生きることの大切さがわかる一冊丸山さんのことは。 教育テレビの手話ニュースへの出演でずいぶん以前から知っていましたその後芸能活動を独自でやり始めたことも NHK の何かの番組で見た記憶があります最初は健常者が見ても面白い人だなという印象タレント活動をすると知った時は正直ちょっとやりすぎじゃないと思いましたそれから何年も経って 友人にこの本を勧められましたあの丸山さんの本だと知らず読んですぐ知らないうちに本まで書いてたんだと感心しました電車の中で読んでいて深くにも涙が出そうになりました丸山さんは等身大の自分をかっこ悪さも含め隠すことなく書いていますいい、e、かっこ C の私は。 こんな生き方を見習うべきだと思いました。理屈屋の自分が恥ずかしくなるほどの感動の本。本当の感動というのだろうか。自分もこんな風に生きてみたいと本気で思わせてくれる。かなりの本を読んだが、ベスト1と言っても過言ではない。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったら。 チャンネル登録をお願いいたします。